女子会、はじめるよー。よろしゅうよろしゅー。前回までのあらすじー。オールドキャッスルは、こっちも用があるの。今来た産業。マリーン、海、突き落とす。よくわからんけど、なんか手間省けた。だね、マリーン自ら、ブラックダイヤのこと話題に出したしね。いやー、海辺の街を歩いてみるもんだね。思ったより早くマリーンに会うことができてよかったよ。愛車の予想的中だね。おい、このよ、なんか海中なのに、人工的な岩肌が見えてきたよ。あれが噂の海底神殿ってやつかね。そうみたい。って、え？まあ、そうだよな、そうなるよな。あれ、でもさ、ちょっとおかしくない？え、何か？うんと、海底神殿だから、ウコム様だよね。海の神様は、確かそうだったね。マリーンがウコム様って言ってたからきっとそうだね。それがどうしたの？それが、あ、戦争終わってから話は、これでおしまい。ふむ、ウコムが配置した守護神と、サルウィンが配置したモンスターねー。なんか引っかかるね、そのバランス。というわけで、カットしまくってボスになりました。これがウコムの配置した守護神かな？いくぞー。なるほど、ウミガメか。言っとくけど、鍋にしたいなら、持ち帰る部分は厳選しなよ。はーい。で、クレハタンはさっき何を言おうとしていたの？あ、そうそう。ウコムって海の神様じゃん。そうだね。さっき私たちを襲ってきた敵って、一体何なんだろう？サルウィンの手先じゃない？サルウィンの手先さ、なんでブラックダイヤを取りに行く私たちを襲うんだろう？手に入れてないのに、ここで襲ってどうするんだってことか。ウコム様の最初の試練なんじゃない？マリーンも、特別驚いた様子じゃなかったもんね。なるほど。あれはウコムの差し金か。やっと納得した。何も神殿に入る前に試練する必要なくない？ここにこんなでっかい守護神がいるんだからさ。まあそれはそうだね。あれ？でもさ、やっと待って。なんでマリーンはついてこないんだろう？え？あんたまた人の話聞いてなかったの？ウコムが用意した守護者とか、サルウィンのモンスターがいるから入れないって言ってたじゃん？言ってたけどさ、だってウコム様から預かったブラックダイヤがここに収められているって言ってたじゃん？少なくとも、ウコムはマリーンの存在は知ってるはずだよね。ウコム像の件にしても、単独で動いてたからね。それなりな地位の人ではありそうだよね。マリーンは人扱いでいいのか？魚扱いじゃないのか？それはもうどっちでもいい気がする。確かに、守護者とモンスターがいるっていう理由はちょっと引っかかるね。さっきのサルウィンとウコムの不思議な共存とも相まって、なんか違和感感じるね。もしかして、ウコムはサルウィン側？なんか、ザックバランと、サルウィン側ってのは、サンジャシンのことで、エロール側ってのはサンジャシン以外、って認識してたけど、違うんかね。連戦って結構曖昧だからね。そこでさ、私と思ったんだよ。マリーンってサルウィンの手先なんじゃね？って。とりあえず聞こうか。今日のバーバラさん、やっさしー。やっさしー、とか言われてもねー。で、マリーンが海底神殿に入ってこない理由ってさ、入れない理由として、ブラックダイヤを守る守護神がいるからだと思ったのね。守護者なのか、守護神なのかどっちやねん。じゃあ守護神にしとく。でさ、さっき戦ったの、あれ、あれもさ、ウコムの差し金なんだとしたら、ブラックダイヤを勇者だけ逃げるのを防ぐためにまずは殺しに来た、って考えたのね。持ち去られるよりかは、ってことか。で、クレハタン、タンマ、戦闘終わるわ。これで終わりだよ。
とりあえず、話題は一時中断して、試練も乗り越えたので、約束の物でもいただくとしましょうか。ためは疲労情報にいいエキスがあるからね。ちゃんと5人分持って帰らないと。とうとう愛車が、旅のお供にタッパーっていうアイテムを活用するようになってしまったよ。ところで、亀の鍋って美味しいの？結構しっかりしただしが取れて美味しいよ。最後はお冷やにして食べるのがいいんだ。溶き卵落としちゃうあれか。ああ、お腹すいた。今の声誰？ウコムじゃない？え、ウコムなの？ウコム以外に誰が話するってのさ。あ、いや、まあそうなんだけど。あいつ、手を叩いてたね。結構乾いた拍手だったけどな。なんかこう、小馬鹿にされた感じの。闇に飲まれるなってどういうことだろう？闇にも投げてたのは、テオドールパンなのにね。テオドールのことはもう許してあげなさい。ブラックダイヤで闇なのはわかるんだけど、なんか意味ありげだったね。っていうか、と思ったんだけど、うちらさっき海中でも息できてたよな。そういえばできてたね。全く気にしてなかったけど、できてた。泳ぐのはさすがにちょっときつかったけどね。それってやっぱり、ウコムの力？あ、今そがめして、ウコンの力って聞こえちゃった。それそらめって言わへん。なるほど。ウコムもなかなかに敵に塩を送るね。なんか今日いまいち話が噛み合わないな。ここでまさかのミニオンさんが登場？ご丁寧に、うちらがブラックダイヤを手に入れて、出てくるのを待っててくれたようだね。やっぱりマリンはハルウィンの手先の一人なのかな？ミニオンが近くにいるのに襲われてなかったしね。そう考えるのが順当かも。ていうか、こいつも空中で息できるんだね。ってことは水の魔法。いや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 、なんで水中で火の魔法が使えるんだよ。バーバラさん、細かいことは気にしちゃダメだよ。それ気にすると、うちらのウィリアムの火の鳥だだな。あ、それもそうか。ぐぬぬ、仕方ない、心の奥底にしまっておこう。そうだよ、ミニオンなんて空中で息できてんの？やっぱり、ウコムもサルウィン関連ってことなんじゃない？でも、これで少し確信に近づいたのはさ、ミニオンはやっぱり自分で手に入れることができないで、ヘミーストーンは、わざと勇者たちに取りに行かせてるね。本当にそうなんかな？逆に考えるんだ、取りに行ったところでスボシーンと戦うのがめんどくさいから、うちらに戦わせてもらったところを奪いたいんだ。ご、はい、これで大終わり。結局マリンって何者だったんだろう？ゆっくりにもわからないけど、とりあえず凍った城に来てみたよ。自分でかわいそうって言っちゃうんだ。今のどう見ても、妖精の森の妖精だよな。そうだと思う。妖精たちも、元を正すとタラール族だった可能性がビレゾン。それはないだろう。体格的にも全然違う雰囲気だし、そうであってほしい。また砂漠越えてきてあげたんだから、本当感謝してほしいよね。クレハタンって何気に優しいよね。補充して帰ろっと。というわけで、二度目ましての凍った城。わあ、ねえねえみんな、これ地面なのにツルツル滑るよー。そっか、クレハタンは、迷いの森から出て冒険に出るまで、森の中のことしか見たことなかったんだったっけ。そういえばそうだっけか。ってことはあれか、草原も、砂漠も、海も、雪原も、そしてこの凍った大地も初めて見るのか。多分そうだろうよ。なんか一気にクレハタンがけなげに見えてきたよ。あんなところに人がいるよ。足くじいたのかな？とりあえず声かけよっと。お兄さんこんにち。何この地獄絵図。結局当たるのがウプヌシクオリティ。今も健在です。なんか広いところに出たね。って何あれ。凍ってろあ、嘘、嘘です。それが欲しいです。本当に送り返されるとはな。ちょっと冗談が過ぎたかな？フリーレさんそれください。
こんな綺麗な人と戦うの？土台になってる方と戦うもんだと思ってた。ってことは、このお姉さんがフリーレか。入り口にいた人だよね。声かけたのに無視した人。私さ、あの格好にすごく見覚えがあるんだけど。あ、バーバラさんも奇遇だね。私も見覚えがあるんだよね。実は私も。私も見覚えあるよ。お姉さん、仕留めたりまあ見覚えあるっていうかさ、さっき海底であったよね。そうだよね。どっからどう見てもミニオンだよね。あいつ、うちらがフリーレと戦ってお武士団長堂で逃げた後にうちら王将ってノリじゃないでしょうね。まあそうじゃない。っていうか、それ以外そこにいる理由はないよね。フリーレもフリーレで、めちゃくちゃに紛れてミニオン実際はミニオン。風圧で、やるよじゃあるまいし。オンドレ結果お前輝きにしてやんぞー。お姉さん、もっと早く出会いたかったよ。この人といい、シルバーといい、訳ありで守護者になった人もいるんだね。なりたくてなった人か、そうでない人か、人生いろいろあるね。ていうかさ、目の前に邪悪なものがいるんですが、お姉さん見えてませんでしたか？バーバラさん、もうあいついないよ。本当だ。うちらの強さを目の当たりにして、おじけづいたのかな？今までのミニオンの高プライド的に、それはないでしょう。ていうか、ミニオンって何人？知らん。死んでから出直して、どうぞ。あ、うん、知ってた。まあそうだろうとは思ったよ。っていうか変装下手すぎじゃね。これなら、不満の時とかのモンスターの変装技能の方が、明らかに変装レベル高いよね。ああ、それでこいつがさっきの姿だったらイケメンだったのにな。正しいイケメンに限る変装で、負けを認めた。いや、普通に倒したけどさ、なんていうのかな、モンスターばっか倒してて、マンネリっていうのかな。世界救うたびに刺激求めてんじゃないよ。だってさ、こいつ、インテリ下げるだけで勝てるんだもん。そりゃ、初めて戦った時は匂いに負けたさ。でもさ、こいつら誰と戦っても魔法ばっかなんだもん。先ほどにもねえな。さっきの海底のやつと戦法同じなんですけどね。あの不思議、同じデータしか取れないよ。というわけで、今回はここまで。それじゃあまた次回、バイビー。